上陽半城の戦いは1267年から1273年にわたってモンゴル帝国と南宋との間で行われた戦闘。上陽半城は南宋にとって国土防衛の最重要拠点であり40年近くにわたって行われたモンゴル・南宋戦争においてよくモンゴル軍の攻撃対象となったがここでは第三次モンゴル 南宋戦争において行われた戦いについて述べる。定位継承戦争を制し、第五代大藩となったクビライは長年にわたって行われたモンゴル南宋戦争に終止符を打つべく十分に計画を練り、1268年、モンゴル軍はアジを首相として南下し、繁盛を包囲した。この拠点を重視する南宋も長高中流域、 関水流域の大群閥旅踏実に命じてその弟の旅文館に膨大な、領職、装備を授けて入場させ、持久戦に持ち込む構えを見せた。しかし、自身も第四代代、藩門家の時代に、南宋への遠征を指揮したことのあるクビライは、開封を平坦基地とする補給網を完備し、万全の準備を整えた上でこの双子都市を取り囲んでおり、 はじめから時給戦の備えは十分にできていた。両分間の元式佐官な南宋軍に対し、モンゴル軍は直接戦闘することを避け、ひたすら土木工事を続け、長大な土塁の包囲陣を築いた。当初は片透かしを食らった形の南宋軍だったが、南宋軍を無視して、ひたすら工事を続ける、モンゴル軍に苛立ちを覚えて逆に出撃し、モンゴル軍を攻撃した。モンゴル軍は、 やや火器などで反撃し、決して直接戦闘はせず、出撃した軍は虚しく城に戻った。こうして、上洋、繁盛は、外界から完全に遮断され、思いもよらぬ、モンゴル軍の長期戦の構えに慌てた南宋は、二度ほど、救援部隊を送ったが、いずれも撃退され、ついに、半分虎率いる軍を出動させることを決定した。一方、完全にウウ、上洋、 繁盛を表したモンゴル軍は、密かに水軍を建設しつつあり、上用の郊外では盛んに軍事演習が行われ、着々と南宋軍に対する準備が整えられた。半分虎引き入る水陸合わせて約10万の部隊は上用南港まで進出し、モンゴル軍と激突したものの、水軍部隊を揃え万全の準備を整えた。モンゴル軍に完敗を喫し、 これ以降南宋軍は一気に劣勢になってゆく。南宋政府からの最大の援軍が壊滅し、今度こそ完全に孤立した上陽、繁盛であったが、両文官はなおも降伏せず老城を続けていた。依然として、モンゴル軍は上陽、繁盛を無理に攻めることはしなかったため、両文官は交戦を続け、木内の兵糧のため自身の西条城から追い出してまで戦い、戦線は 膠着気味となり、2年近く、モンゴル軍の攻撃を防いだ。ここにおいてクビライは、フレグウルスにおいて、改良、開発された、新兵器、海外砲を使用することを決定、早速戦場に導入された。1273年、常用郊外に現れた海外砲は、まず、繁盛の城壁を破壊、長官へ引きる軍は降伏し、海外砲は、繁盛に据え付けられた。 繁盛から飛来する巨団は、軽々と冠水を越えて、城陽を攻撃し、全くなす術のなくなった、両文官らは、同年2月に降伏した。しかし、クビライは、両文館ら、城陽、繁盛の守備隊を優遇し、これに感激した、両文官はこれ以降、モンゴル軍に忠誠を誓うこととなる。城陽、繁盛の陥落と、両文館の降伏は、南宋全体に衝撃を与え、 この後、モンゴル軍は大して苦労せずに、南宋を攻略していくこととなる。また、旅文館は、モンゴル軍に寝返ったものの、後に、カニ道が、モンゴル軍と戦って無様な姿を晒したこともあって、今日に至るまで、旅文館を、売国奴として非難する評価はあまり見られない。ただし、南宋の三大中心の一人と言われた文天将が、旅文館を激しく非難したという逸話もある。 原始巻六世祖本理修元4年8月上、アウケラ略地いたり、上用、不育地5万、馬牛5000、創始巻46度修本理完順9年2月公術上、旅文館異常記を用と、ありがとうございます。